関西電力株式会社社長の森です。株主の皆様には平素から格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。第100回定時株主総会を迎えるにあたり、私から中期経営計画の進捗状況と2024年度以降の取り組みについてご説明いたします。株主の皆様の議決権行使のご参考になれば幸いです。当社はエネルギー事業を取り巻く環境が大きく変化する中、関西電力グループ中期経営計画に掲げた3本柱の取り組みであるゼロカーボンへの挑戦 EX、 サービスプロバイダーへの転換 VX、 強靭な企業体質への改革 BX の実行に努めてまいりました。グループを挙げた取り組みにより、計画の中間年にあたる2023年度の業績はグループ連結の経常利益が7659億円、純利益が4418億円と6年ぶりの増収増益となりました。計画で定めた前半3カ年の財務目標についてもいずれも達成することができました。株主の皆様からの日頃のご支援に重ねて心から感謝申し上げます。昨今国際情勢を受けたエネルギー市場の不安定化に加え、脱炭素化の潮流やデジタル技術の一層の進展により、当社を取り巻く事業環境は時々刻々と変化し続けています。これらを踏まえ、長期的な方向性を見据えながら、さらなる成長への道筋を確かなものにするため、本年4月中期経営計画をアップデートしました。後半2カ年は強靭な企業体質への改革をはじめ、3本柱の取り組みに一層力を尽くしてまいります。 EX の取り組みについては、原子力7基体制の確立などにより CO2 排出削減目標を2年前倒しで達成する見込みとなったことから、この度ゼロカーボンロードマップの改定を行いました。今回の改定では、2030年度におけるサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量 50% 削減を含むチャレンジングな目標を新たに設定しました。取り組みをさらに加速させ、脱炭素社会の実現に貢献いたします。 VX の取り組みについては、エネルギー分野のみならず幅広い事業領域において徹底してお客様視点に立ち、ニーズや課題に向き合うことで新たな価値サービスを提供していく所存です。エネルギーや不動産、情報通信などグループの強みを生かしながら、データセンター事業などこれまでにない事業領域にも果敢に挑みます。 BX の取り組みについては、経営基盤の強化、競争力の向上に向け、人、仕組み、財務の視点で取り組みを進めていく考えです。引き続きコスト構造改革をはじめ、財務面の取り組みを推し進めるとともに、人と仕組みの面でも人材基盤の強化や仕事の進め方の改革の取り組みに力を尽くすことにより、強靭な企業体質への改革を成し遂げてまいります。財務目標についても、2025年度の経常利益を3600億円以上、2021年度から2025年度合計のフリーキャッシュフローを3000億円以上に見直すなど、アップデートを行い、その達成を目指して全力で取り組んでまいります。最後に、株主の皆様におかれましては、お手元の召集ご通知などをご覧いただき、皆様の大切な権利である議決権をぜひご行使いただきますようお願い申し上げます。当社グループは今後もエネルギーの安全安定供給の責務を果たしながら、
中期経営計画に掲げた取り組みを推進し、次なる飛躍に挑んでいく決意です。皆様のご期待にお応えできるよう、企業価値の向上に全力を尽くしてまいりますので、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。